皆さんこんにちは、山本真央です。今日は釣りやゴルフ相模原店にやってまいりました。シダを、シダ、はい、2023年になって、はい、新しいものがいっぱい出てるんですよ。はいはいはい。でまだ打ったことないです。じゃじゃん、はい、釣りやゴルフさんのものですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう。へー、これがカーボン、ここはカーボンフェイス。え、打感めちゃくちゃ柔らかい。捕まってる感じ。捕まってる感じして飛んでるわ。はい、はい、じゃあ真央ちゃん、はい、続いて、はい、2本目、はい、いきたいと思います。はい、はい、2本目はこちらです。こちら、じゃじゃん、キャロウェイ。これ見たことあります。はい、キャロウェイの、はい、パラダイムドライバー。パラダイムドライバー、マックスファストモデルです、ね、はい。あの4種類モデルがあるんですけど、一番軽いモデルになってます。なるほど。これは見たことあります。見たことある。この間ゴルフ、そう、ゴルフ屋に行って、これがボーンってありました。あ、そう、あ、これ新しいのだとか思って。そう、その新しいやつです。おー、なるほど。初めて打ちます、これは。前までモデルってなんかローグとかエピックとかだったんだけど、はいはい、パラダイムって名前で今回、うんうんうん、パラダイムされたんですね。まあ、意味ってわかりますか？パラダイム、パラダイスみたいな。そうそうそう、もう飛んでもう嬉しくて、うんうん、もうパラダイス。パラダイスではなくて、じゃないんですね。ではないんですよ。あの由来がパラダイムシフトから来てるみたいで、はいはいはい、パラダイムシフトって今までやった固定概念とか常識を覆す、はい、まあ、そういう意味を込めて作られてるみたいです、はい、って感じなんで、どう覆されるのか、はい、って感じです、はい、じゃあ早速お願いします。はい、見てみます。よし、打ちます。はい、パラダイム。よし、おー、飛んでるわ。190いった。一発目ちょっと打ってみてどうですか？なんかこう捕まりやすいとか、ボードが上がりやすいとか、なんか単純に打感が柔らかかったとか。でも打感の球の勢いは感じました。お、はい、衝撃、はい、勢いを感じる。もう一回。重さとかなんですけど、はい、重さってこれもさっき言ってもらったの、同じアクセル GF と同じで、はい、重さが 276g、はい、シャフトも 46g なんで、うん、ほぼ変わらないですね。さっきと同じです、うんうん、長さは 45.75 インチ、ちょっとだけ短いけど、でも、うんうん、まおちゃんそうですね、うん、ちょうどいいなと思いました、うん、ちょっともう一回打とう、うん、170ぐらい、170ぐらい当たる場所が、そうですね、低めだもんね。右行ったか。もう一回ですか。うん。おお、戻ってきた、ちゃんと。190ですね。190ぐらい。安定してますね、うん、安定してる、どれも。じゃあ真央ちゃんに問題です。はい、そのフェースはチタンでしょうか、カーボンでしょうか？このフェースですか？はい、まあ、さっきの動画ではカーボンフェースを打ってるんです。はい、あれカーボンでした。チタン。なんでカーボンですか？勘で打った。カーボン。あ、あとそんなにあれかな、はっきりは分かりづらい感じ。カーボン。ごめんね、チタン。あ、チタン。チタンなんですよ。チタン。そう、
これはチタンモデルです。チタンですか。キャロウェイさんの特徴は、はい、一番はちょっと前からやってるんですけど、うん、AI でフェーズを作ってる、はい、はいはいはい、AI で。そうそう、さっき、はい、トランポリンで、はい、こう飛びようって言ったじゃん、はいはい、でそれがでもトランポリン、まあほら真ん中に必ず当たれば飛ぶけどさ、はい、ちょっと外れると飛ばなくなるじゃん、はい、それを AI が考えて、うん、ここに、そう、ここだけに、そう、ちょっとずれてもちゃんとたわんで飛ぶように、はい、その薄さとかを変えてるんですよ。あ、そういうことか、なるほど。そう、へえ、どこ当たってもポヨンポヨン飛ぶような、そんなようなイメージ。さっき安定してるって、そうそう、さっきのアクセル GF、うん、よりかはその何弾みっていうかそのたわみ、うん、は薄いかなって思ったんですけど、うんうんうん、さっきの本当にもうすごいソフトで柔らかかったので、あ、出たよね、そう、すごい捕まってるって感じがしたんでしょ。そうそうです、そうしたんですけど、うん、これはチタンも入ってそうだし、でもカーボン差もあったんですよ、柔らかいし。でもだからどっちなんだろう。でもカーボン、さっきのに比べたらカーボン、あ、違う、チタンだなって思ってチタンって考えたけどでも不安、うん、そう、なんでそんなに、なるほど、そういうことか、なんだろうな、悩んじゃう、その難しいのが、うんうん、感性めちゃめちゃ合ってるんですよ。そうそうそう、なんでかっていうと、そのチタンでそのなんかたわみやすくしてるだけじゃなくて、うんうん、実はこのパラダイムも、うん、全部ボディがカーボンなんです。あ、ここら辺も、ここも、そう、なるほど。実はそう、軽いですもん、だってちょっと、へえ、そうなんだよね、なるほど。でもう一個、そのフェースの中の裏に、はい、Y の字のなんかバーみたいなのが入ってる、ここに。そう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 、へえ、それもちょっとこう外れても、はい、はい、ちゃんとバチンって弾いてくれるな、なるほど。だからなんかこう当たりは、うん、そのチタンはどちらかというとこうカーボンのたわみ、はい、たわみを抑えるというか、まあ、弾くような感じの高いになるんだけど、なんかこうソフトに感じるなっていうのは、ね、そのボディとか、うん、その AI が作ったとか、うんうんうん、そういうところに、AI でしてる、すごい。フェイスはチタンで、ここはカーボン。もう一回打ってみよう。今先っぽに当たった感じしたけど、そこまで全然大きくは曲がらない。確かに、この絵だけだと全くさっきのどれだったかわかんないね。そう、さっきのピコピコ光ってるやつ。まっすぐじゃん。いや、ちょっとこう外れて、で、当たりも多分ここら辺だったんですよ。ほら、ここら辺、ここら辺だったから多分。全然曲がらない。左に行った気がする。左から戻ってきた。ちゃんと戻ってきた。ほら、これ。さっきのこのアンカーのやつ。うん。あ、これあれだ。多分一番飛んでるあれかな。ああ、そっか、そういうことで、うん。赤が。赤が今打ったやつ。行き過ぎず、しっかり。そう、なんか打った感じに捕まってるけどなんか弾いてるなみたいなのは、うん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 、もう確かにまさにこうパラダイスっていうことです。そうですね。パラダイスじゃないです。パラダイスじゃない、パラダイム。今の概念を覆す、パラダイム。でこれが一番、はい、なんていうか優しいタイプなんですよ、4つ出してる中で。他にも、確かに普通の重さとか、ちょっとこうプロが使うようなハードなモデルとかあって、はいはい、どれも同じ、はいはいはい、フェースで構造なんで、うん、あとはそのみんなの好みというか、うん、ヘッドスピードとかに合わせればいいのかなっていう感じ、うんうん、これ優しい。確かにちゃんと距離も出てくれるし、飛ばしたい方おすすめかも。そう、女性とかも本当に、さっきも女性って言ったんですけど、うん、全然力がない方でも軽く飛ばせるかもです、うんうん、はい、はい、という感じで2本目以上になります、はい。